今日はいつもとは趣向を変えて村上さんが洗車にひたすら集中しているところを副音声的にですね、私マーの実況解説でお届けしていきたいと思います。もう早くも集中しております。私一人の実況解説では心もとないということで、先日から村上塾を受講している、こちらの方にも同席いただいております。ではご紹介どうぞ。愛媛から、はい、村上塾に参加しております田中と言います。どうも田中さん、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと寒いです、はい、寒いですね。寒いです、はい、では2人で村上さんの技をですね、はい、見ていきましょう。そうです、じっくり拝見させていただきたいと思います。いはい、もうこう言ってるだけに作業に取り掛かるんですよ。まずはもういきなりトップスピードという感じですね。ホイールをざっくりと洗っておりますね。田中さん、普段からこの動画ご覧になられてますか？たまに拝見させてもらってます、はい、どうですか実際に村上さん見て、まあ、見ての通り YouTube で、はい、いつも放送っていうか、はいはい、されてる通りな感じです、今のところ。めっちゃ集中してますよ、はい、まずはタイヤですよね。真剣そのものです。この道具とかもね、かなりこう普段は使わないようなこういったコップを洗う時のね、スポンジとか使いますよね。普段洗車はされますか、田中さん？あ、僕はあんまり。あんまり。はい。ほうすみません、マンション住まいなので、で洗車スペースがないので、はい。なんでまたこの村上塾に受講されようと思ったんですか？あ、そうです。車が好きなのが一番なんですけど、とにかく車に携わりたい仕事が何かしたいで探してて、で、まあもう整備士とかはちょっと、年齢的に難しいかなと思って、で洗車をちょっといろいろ勉強してまして、はい、で YouTube でいろいろ勉強してたら村上さんの YouTube に当たってしまいまして、当たってしまって、はい、いやー、それ以来目がありがとうございます。もう抜けられませんよ、はい、もう流してますよ、はい、この洗剤とかもね、こだわりの洗剤ですよ。これ村上さんに話しかけていいのかな、これ。コロイド洗浄剤、コロイド洗浄剤ステイゼリングのようにコロイド洗浄剤、これが大事ですね。コロイドパワーですよ、田中さん、はいね、コロイドパワーどんどん振っていきますからね、今日は。ありました。12万キロ走ってる車、すごいです。でもアウディとか、アウディだ。それこそホイールめちゃくちゃ汚れるんですよ。ドイツは。はい。これ綺麗にやらないと。お客さんの車を集中洗車。で、あとね、正直、お客さんの車、もうちょっとめちゃくちゃ汚れたら緊張するね。ルーデシアばっかり洗ってたからな。スタッフさんがさ、普段洗車してくれてるからさ。なんかね、お客さんの車洗うときめちゃくちゃ早いんだよ、本当は。うん。なんか最近なんか喋りながらゆっくり自分の車洗う癖がついてるから、本当は洗えるから大丈夫。普段こうやって喋らずに、例えば無言でやった場合は、だいたい YouTube で洗うときの時間の3分の1ぐらいで終わるそうですね。なんかね、今日これ、手洗い洗車というメニューがね、はい、来ていただいてるから、はい、大体ね、本当は40分ぐらいで洗わないといけない。今時計の針が時計37ぐらいの、40分ぐらいで終わるのかどうか。そうね、口数が少ないと動きが早いですね。そうですね、どうですか？はい、かなり早いですね。急ぎつつさ、洗車機をつけない、ホイールも傷めないっていうのが普通みたいな、
洗車技術をつけない。つけない。じゃあどう、うん、もうダメなんで。ですね。かにこう優しく、ね、しかもスピーディーに洗うかと。このところ結構綺麗なんですよ。もうほら、ほら。どうですか、浅田さん。綺麗ですよね。12万キロ。12万キロ。BM 乗ってるんですか。はい、そうです。はい。ですね。普段メンテナンスはどんな感じですか。ほとんどしてないです。ほとんどしない。はい。ほら。してないというかできないんで。あ、そうか、ま、難しいんだ。そうなんですよ。マンション住まいなんで。そうか、スペース的な問題ですね。そうです。はい。ああ。だってこうね、多分に任せたら。そうです。目の前に行っていいんですかね。あ、やめときます。はい。某洗車屋さんがあるので、うん、はい、そこにお願いしてたんですけど、うん、はい、もうこれは自分でやっちゃおうと。そうですね。自分で秋田に学びに来て、はい、やり方をマスターしようと。はい、もう本当に人を引きつける魅力的な方ですからね。愛媛でさ、田中さん信者を作ってください。愛媛で田中さん信者を作ってください。はい、愛媛でお店を開かれる予定だ。そうです。はい。お、今年で今年中にはなんとか、ね、はい、遅くても、ね、ビューティフルカーズ愛媛で、そうです。やった。名前はまだ考え中だけど、はい、うん、これもお客さんはこれから獲得していく、そうですね、はい、そうですね、はい、ご覧の皆さん、ビューティフルカーズが愛媛県にもしできたらどうしますか皆さん。行く行きますよね。四国のね、また結構リクエストあったんでね。そうなんですか。そう。愛媛の松山市付近で放送されると思うんで、はい、松山市は結構ね、大きい町ですから。松山。はい、松山。道後温泉、いいところです。温泉。はい。もう愛媛といったら、みかんも美味しいですね。さあ、あと道後温泉ですかね。高速、はい、来やすいです。1時間半。はい。そっか、香川からも行ける、はい。高知からも1時間半ぐらいですかね。はい。徳島がちょっと、ちょっとだけ遠いです。はい。いいですね、こうやって、ユーチューブカーズのお店が全国にどんどん増えていくと、ね、いいですよね。もう一つの仕事は何かですか、聞いていいですか。あ、ちょっと。あ、全然。全然言わなくてもいいですけど。はい、会社やられてるんですか。会社経営されてるんですね。すげえ。ビーフルカーズの方でも、はい、頑張っていこうと。頑張っていこうと。はい。整備士の資格も持ってる。整備士の資格も持ってるんですか。はい、そうです。すごいじゃないですか。2級です。はい。すごいですよね、中見さん。昔は1級って昔なかったんで、そうですね、はい、2級が最高峰だったんです。最近って10年ぐらい前に1級ができて、もうちょっと前ですよね。そうですね、はい。今は1級です。僕も2級です。僕の頃も2級じゃなかった。もうホイール3つ目ですよ。でもそうですか。我々話しかけちゃうから。今回ポイントはどんなところですか。アウディ戦車は。やっとお客様の中に傷つけない。傷つけないように優しく。そうそう。まあね、ここから見やすだこれ。やっぱ走行距離が多いお客様なので、やっぱそれは綺麗にさせられないので。冬の間に結構鉄粉がつくんであるからね。あ、鉄粉が。道路の鉄が。ええ、はい、まあ、これを落とすような洗車では今日はないので、うん、そこはもうちょっと来月ぐらいにしっかり落とすので、うんうんうん、中さん集中してます。この間の動画にもちらっとご出演いただきましたけど、中さん、はい、見てる時の表情が真剣そのものなんですよね。どのあたりに集中して見てるんですか。例えば今だったら、あ、どのちょっと今は、とりあえずざっくりというか、はい、全体的に、
はい、どういうことをされているのかなと思いながら全体を見てみると、はい、村上塾はそこういったその実技というか実際にその、見てもらって勉強してもらうっていうことの他に、うん、何でしょう教科書で勉強する的ななんかね、まだちょっとちゃんとあまり教科書みたいに紙ではある程度まとまってなくて、ええ、今10点取るまでは本当に皆さんに協力してもらいながら、うん、お店増やしていきたいなと思ってるんで、おお、まあ、おうちで一番僕がパソコンで同時に打ってみたいな、ああ、やりながら皆さんのこう意見、受講生の皆さんの意見、フィードバックしながらそうテキスト化もしていこうと、そう、ちょうどうちほど打ちながら、おんじゃあ基本的にはもう何回も実際にやって覚えてもらうっていう感じで言ってます、うん、今最初の数日間は、まあ、今日はカメラですけど、そうですね、はい、え、カメラ、カメラ、カメラの撮り方、カメラの使い方、え、なんでカメラなんですか、やっぱり僕だって動きが速い、無駄じゃないお客様がいるから、そういう機能ありますね、美肌指導みたいな、いや、なんかただ撮っただけでも本当に綺麗に撮ってる、うん、見栄えがいい写真、はい、でもなんかあんまりただ僕らだと見栄えの写真をブログに載せてると、うん、お客さんが、あ、なんか誤解しちゃったりするみたいな、もう本当に綺麗に、うん、あ、実際よりも綺麗に写っちゃったら、そうそう、なので一番ちゃんと使って、まあ、正確に伝える、真実に近い、事実に近い形での写真の撮り方を学んだと、まあ、なんなら目で見たよりも9割ぐらい、95% ぐらい目で見たよりちょっと地味に撮るようにあのカメラの設計を担当してね、写真見てめちゃくちゃ綺麗で、実際見たらあれ写真よりもっと綺麗だってやっぱ思ってもらう、合コンで過度に期待値を上げすぎて実際見たらそんなことないじゃんみたいな、そうそうそう、よくある、あるパターン、詐欺じゃないですか、詐欺って言われますね、だからやっぱそうではない写真の撮り方とか、実際そういったカメラの使い方学ばれて、田中さんどうでした？難しいです、難しい、はい、こんなところが難しかったですか、ですね、いろいろと難しいです、説明ができないくらい難しいです、やっぱこんな田中さん撮る時のアングルとか光の当て方とかご自身で一覧で持ってきてください。一覧ですね。たまたまうちのと同じになる。そうですね、はい。あとね、焦点距離による遠近感。焦点距離による遠近感。はい。だから、まあ、そのあれだよね、絞りによるそのピントの合う、うん、まあ、被写界深度っていうか、うん、被写界深度って言ってもわかんないから。すごい専門用語が出てきた。ピントが合うその深さの違いとか、うん、はい、見た目に近く撮りたかったらこの焦点距離とか、うん、高い人の絞りとか意識してください。実際自分って人間の目で見た姿に近い形で写真を収めるやり方だと思うんですね。そうそうそう、結構難しいですよね。いや、村上さん、いつもより動きが速い気がしますね。でも、マジか。すごい、もう手際がいい。マジか。どうですか？真剣な表情。まずね、ホイールの裏洗う店ってまずないですから。それはそうなんだ。手が当たるね。なんなら何の時間かかるんですかね。初めて見る人が僕、村上さんだったら、洗車する人の。うん、裏洗うの当たり前だと思ったら違うんですね。裏なんか洗う車さんないですよね。そうですね。そうなんですね。これやっぱアウディだから結構汚れてて。ああ、というとアウディはいっぱい走る。欧州車、特にドイツ車は、ドイツってアウトバーンの速度無制限じゃないですか。はい。そこでやっぱブレーキしっかりしないと危ないです。うん。だから、
黄色を重視してるから、ブレーキの粉が、ブレーキからの削れた粉がすごい出るんですよ。はい、あ、出るようになってるんですね、安全構造上。出てもいいけど、止めるみたいになってる。日本車はあんまりホイールが汚れるとクレームになるから、黄、がちょっと悪くなっても出ないです。あ、だからアウディはこの部分のホイールの裏が特に汚れ、本当は表もすごい汚れるんですよ。いつも洗ってくださってるから綺麗です。あ、この方、このお客様、メンテナンスしっかりされてる方だ。もう5年半ですよね。5年半とか普通のコーティングで5年補償とかって言って、どんなに持つんですかみたいな、よく質問いただくけど、5年以上経ってますからね。でもまあ別にまだ持ってるから。ここって改めて思いましたけど、ね、ガラス張りじゃないですか、外からこう、通行人の人が、見てくれたりもして、ある意味パフォーマンスの場所みたいな感じで、ここもあれじゃないですか、来る裏海岸線、山道、塩水、はい、かぶります。塩害というんですかね、はい、車に今が受けるダメージというのもありますね。ありますね、はい。ということは常日頃から洗車をしないといけないですか。そうですね、はい。海行ったら必ず洗い流す。僕ですか。はい、僕は、はい、環境がないのでなかなか、もう気持ち的にはもう、あの、海行った、乗って帰ったらとにかく洗いたいのは洗いたいです。はい、もう村上信者になったからには、そうです。海行ったら洗車、洗車ペットで行かないといけないですね、はい、山に行っても洗車、はい、川に行っても洗車、どこ行っても洗車、はい、はい。
ご自身の YouTube 番組出るとき、はい、緊張するっていう、あ、なんかおっしゃってましたね、はい、緊張する、毎回言うんですよね、はい、全然そんな風に見えなくないですか、見えないです、全然見えないです、はいはい、ずっと緊張してるんですか、おかしい、おかしいですねまあまあね、再生回数もそして登録者数も多いですからね、お客さんの車を洗うということも緊張する、はい、ダブルの緊張なんですよ、でも本番始まるとスイッチが入るんですよね、うん、すごいですよね、この姫子前からシャンプーエディングです、え、皆さんもお分かりになりましたよね、バケツの量は15リットル、10リットルでもない20リットルでもないその間15リットル、そしてこういった大きな気泡はしっかりと優しいシャワーでも手潰していく、きめ細やかなシャンプーエッジをしています、パワータイミングの比率3対7、そしてスタジオのスポンジで洗っていきます、さあここからの動きご覧ください、優しく、そしてスピーディーに、結構汚れてますか、早いと思います。はい。はい。それぐらい、はい、700万ぐらい、アウディ、アウディ、車にもお詳しいですね、田中さんは、まあ、そぼちぼちです、はい、昔から車好きでした、好きでした、大好きです、今も好きです、今も好き、はい、免許取ったら何歳ですか、18です、早っ、え、普通そうっすか、はい、ちょっとまあ秋田に帰ってきて、はい、秋田は車社会だから、はい、免許ないと大変だよって言われて、はい、29で取りました。だいぶ遅かった。だいぶ遅かったです。へえ。え、船上さん何歳で取ったんですか？予想。はい。で、先輩すごいな。はい。僕車好きです。でしたからね。そう、まあ自動車整備の学校に行ったから。ああ、そうか。あの、その学校に推薦でもう僕が決まってたから。ああ。高校3年の時、うん、みんな無料で。ええ、だ僕だけ教室に残ったとか言われて先生からね、それはダメだあの、そうそう、ねえ、秋田県では一番の進学校、あ、そうなんですか、実は僕もそうなんですけど、あの学校で自社が、はい、秋田で自動車学校のことを自社がって言ったりして、はい、そのテキストを読んでなかなかいないですよね僕にとって一番重要な勉強ですそう必要でしたからね。そうなんだ。もう早いですね。早いですね。はい。いいスポンジも使ってますからね。で、これも大きめのバケツで、一番そこに、砂がついてる可能性があるから、底面にはいかないぐらい中間の部分をスッとすくい上げて、そのきめ細やかな泡でもって洗っています。何回も洗うだろう、これも砂がいっぱい出てるから、うんうん、一回やりたくなるけど、
それはやはりその砂で傷つけないように何段階かに分けて強さを変えていく。でまずは1回目ですね。乾く前に水分補給だ。車の水分補給、人間だけならず車にも水分補給が必要です。はあ、こんな分かんないですよね、教えてもらわないとね。田中さん、真剣な眼差し。それは何でですか？水道水が変わると、気になっちゃうから。そうなんですよ。ああ、それにしても、かっこいいなぁ。かっこいいよ。いいなぁ、アルディ。そうね、新車みたいだ。本当ですよ、ツヤがなんかね、もう最初の頃とね、そうです。もうすでに変わってきてますね。変わってきてます、はい。白さが。白さが違いますよね。うわー、車ってね、第2の家みたいなとこあるじゃないですか。値段もプライベート空間というか、はい、大事にしてあげたいですよね。はい、あ、それで5年半かな。ええ、だったらそろそろ車も2人出てきて、どうしようかなみたいなですけど、そのお客さんもそうなんだけど、まあ、もちろんね、自分の車どうしようかなとは考えてると思うけど、とにかく新車気分でずっと乗れるんですよね。それ最高ですね。本当最高なんですよね。買った時のその気分ずっと保てる。そう、うちのね、別のお客さんも同じアンディの方が、はい、買って3年ぐらいして、アンディの営業マンさんが展示されてる新車、まあ、それ展示車だけ安いわけですよ。で、よく後で足に積んで買いませんかって言われたらしいんですよ。で、なのに気づかれてるんで、まあ、それはそうですね。認めた。あの、何でも乗ってるお客さんの車よりさ、ちょうどいいんですよ。車の方が傷ついてるんですよ、実際に。それが現実なのか。だからみんなうちのお客さんの車を乗ってたんですよ。
結構虫とかあとカエルとかも見られるんだよ。カエルの虫が、はい、夏くらいのカエルがずっと起きたのかな。ここでこうついついこうまったり洗い出すんですね。いいですよ、これ YouTube ですから。全くモードになっちゃう。YouTube ですから、そんな追い込まなくていいですよ。違うんですよ、仕事だから。時間でお金もらってるからさ、これは早くやらないと、お客さんが考えるからやらないと。というか、本当にもっと早いよ。じゃあ、編集でなんか2万円ぐらいにしときます。それはプロ意識ですよね。戦車はスポーツ出ました名言。戦車はスポーツ、これ多分テロップ入ってます。戦車はスポーツ、今日の名言出ました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。